はい、皆さんこんにちは、チェでございます。モートクさんで三国志、社長プレイですね、やっていきましょう。もうね、モートクさんという言い方に切り替えました。いつまで持つか分からないけど、ソウソウさんと言うとしたらね、ソウヒョウさんと言ってしまうんで、ちなみにこの3回ぐらい取り直してるんで、やっていきたいと思いますね。で、ちょっとリクエストがね、ありまして、今回は、こちらをメインにしようと思うんですけども、勢力、で、我々の勢力ですね。ここのね、武将で、これ我々の配下ですよね。私の配下なんですけど、ああ、悪いな。ちょっと説明していただければということなので、上から順に一人一人説明していきましょうか。これ50音順になってると思うんでね、やっていきたいと思います。今回は多分ね、これで15分使っちゃうかもしれないね。まずね、雨季文足さんね。まあ、これで有名ですよね。能力はね、84、57、なかなかいい感じですね。年齢37でそこそこ高めです。で、何持ってる？連撃。攻撃力は少し下がるが。これ、こういう書き方するの？説明で。下下するが。攻撃速度が2倍になると。はいはいはい。ちょっとあれの廉価版ですね。長領さんの廉価版みたいな感じでしょうかね。で、この人はね、異名が将軍なんで、で、将官、あ、将軍ね。で、戦術が軍学、人戦術と兵装戦術。これがまあ、総評さんでもありましたけど、異名に依存するんですよね。で、訓令がね、訓練強化なんですけど、訓令はね、これちょっとあんまりよく私分かってません。で、理想異名が天下名将ということなんですね。これ多分標準のものだと思うんですけど、ユニークなものになる人たちもいますよね、有名どころはね。ごめんなさい。で、あと個人のには何かあるかな。特別。武具興味があるんですね。酒は普通と。義理が軽視。あ、ウキンさん、義理軽視なんだね。で、友愛が重視。最愛が普通。このね、義理はわかるんですね、私ね。このゲームでね。あ、ごめんなさい。まあ、上からいきましょうか。性格強端ですね。で、義理が軽視。これはわかるんです。で、友愛ね。この友愛っていうのがよくわかんないですね。まあ、勇ましいを愛するっていう意味なのかな。ただ、それがどうなのって思っちゃうんですけど。で、最愛は、才能を愛するってことなんでしょうね。まあ、この人の場合は、義理が軽視っていうのはちょっと意外でしたけどね。で、列で見ましょう。義の武将。演技では、曹操が長州に敗れたとき、下降屯配下の青州兵が略奪を働き、これを鎮圧したことで曹操から、激賛されるんですね。関東の戦いでは、五詰め、赤壁の戦いでは水軍と徳となる。繁盛が関羽に包囲されたとき、宝徳と共に救援に向かうが水攻めに遭い捕らえられた。関羽が尊敬に討たれると、尊敬によって義に送り返される。しかし、曹丕の命で曹操の墓番となり、関羽に命乞いする姿が壁に書かれているのを見て憤死したと。で、史実では方針配下で黄巾討伐に参戦、部下に厳しかったということなんですよね。まあ私ね、結構この人好きなんですよね、実はね。でもで今見てね、義理が薄いっていうのを見たときはね、ああ、そうなのっていう感じがしたんですよね。じゃあね、次は鍵さん行っちゃいましょう。今私の、鍵さん自体は、後期の部署なんですよね。あ、ごめんなさい。基本から言っちゃいましょうか。鍵さんはね、統率が56。56の66、69の36の10。あ、まあ、典型的な後期の方ですね。で、先方は大長髪。采配6も使うの持ってんの、この人。長髪。先方使用者に向けて強制移動させるということで、長髪だけだったら、士気は下がらないんだね。こっち、でもそれだけで采配6もあんのね。なんかもったいない気がするんだよね。で、この人は異名は、理想異名は万武不動、武官ですね。で、今現在が武官で武人。で、戦術は敵機戦術、激走戦術、訓令が巡殺強化。で、巡殺成果が上がるという感じですか。中世でちょっとね、94ですけどね。で、この人はね、放物興味、先興味ですね。で、物欲が強欲ですね。で、性格はちょっとつ。ちょっとつだったらあれなのかな、こう性格って何に生かされるんだろう、ちょっとわかんないんですけどね。采配戦闘で突っ込んでいくのは、あれですよね、旧敵になったとかいうことなんで、ちょっと違うような気がしますけどね。
で、これ、ギリ軽視。まあ、なんか攻撃の人多そうだね。で、UI を重視すると。で、最愛を無視。最愛無視なんだね。で、000ということですね。で、列伝ね。攻撃の武将。演技では、交渉、カマンらと共に、序南、なんだこれ、エイセン諸軍を荒らし回っていた曹操軍に攻められ逃走中、まだ在野主だった巨長に捕まり、巨長が曹操軍に加わると引き渡され切られた。かわいそうな人だね。史実では竜壁、これ皇城さんか、カマンらと共に各数万ずつの軍を擁し、演術や尊敬に接近した。196年に曹操に攻められ竜壁や交渉は切られたが、鍵は軍勢ともども降伏者とのみあり、切られたという記述はないと。じゃあまあまあ、曹操さんとの相性は微妙なのかな。悪くもなく良くもなくっていう感じなんでしょうかね。じゃあですね、お次は、閣下さんです。この人だね、もうね。閣下奉公さん。年齢は26歳、若いですよね。この人まだ7品官なんですよね。統率が84。武力は15、弱いですよね、かなりね。知力は96の政治は84なんですけど、どうなんでしょう。この13になってちょっと扱いが悪い気がしますよね。この人、天とかだったら99とか知力があった気がするんですけどね。うわー、5とかだったら97度ぐらいだったかもしれないですけどね。で、重心特性、この人は敵中策的に重心特性持ってるんですよね。で、電獣特技が希望なんですね。すごいですね、本当ね。で、能力見ると、切羽7、訓練が6、切羽7、弁舌8、で、人徳あるんですよね。で、神速7持ってるんでね。で、連戦が3の工場6の希望が7、やっぱりいいですよね。で、気略中央ですね、采配がね。6使って攻撃防御を下げ下げ、軌道下げの指揮の下げ下げ、兵撃不意なんで、かなり、もう、序盤で出てくる人じゃもうかなりいい。人ですよね。ただただ寿命が短いですよね。この人ね、病気で亡くなっちゃうんですよね。私かなり好きな人ですよね、この人ね。異名がね、明鏡止水ということですね。理想異名がね。で、軍師で弁士、今ね。で、伏兵弓戦術、伏兵急戦術というのかな。射毛罠戦術、これも多分違う読み方するんだろうね。訓練が経費削減、配下の俸禄が下がるのか知らなかった多分この人が大衆君主になった時になるのかな、この訓練っていうのは。そういう気がしますけど、配下の俸禄下がるんだね。だからこの人がこれを発揮した時にはちょっと配下になってると辛いのかな。あとは書物の興味ね。で、酒に興味があるんですよね。で、放物興味はないと。で、性格は冷静、義理は重視、いいですよね。で、友愛が普通で、最愛が最重視、そうかもしんないね。そうですね、そうかもしんないですね。で、列伝が曹操の参謀、カクワイの父、カクワイさんのお父さんなんですか。あら、これ私知らなかった同じ核だったわ。核愛さんの子供もいましたよね、確かね。帝国の水挙で曹操に使い、自身は劉陽を水挙する。劉備が曹操を頼った時、淳育と帝国が劉備を切るように進言したのに対し、劉備を切ると人心を失うと諭した。関東の戦いの前、曹操には袁紹に勝つ10の勝因があると説き、袁紹よりも呂布の討伐戦を優先させた。その後も孫策の、創世を予言し、遠景の滅亡も正確に見抜くが、炎症討伐戦の途中で病に倒れた。赤壁の敗北後、各家がいればこんな負け方はしなかったと曹操を嘆かせた。史実では幕臣、虚子祭の後継者として淳育に推挙されたと。亡臣かな、ですよね。いやー、もう私ね、この後もう好きな人の5本の指に入るかもしれないね。それぐらいまあよくできた人ですよね。本当にね、本当に早く亡くなるのがすごく辛いですよね。じゃあね、次行っちゃいましょう。好きな人なんですけど、次行っちゃいますよ。時間がないんでね、ごめんなさい。次はね、学信さんですね。学信、文献さん。年齢が37歳ですね。
統率80、能力ね、80、85、56、51、結構いいんですよね。で、私、あ、リテンさんと勘違いしてるかな。もうちょっと政治型がかかったような気がしたんですけど、私ちょっとリテンさんと勘違いしてるかもしれないですね。重心特性、操術長練、ということで、電磁特技は噴泉なんですね。で、こってこての、こってこってのあれだね、こってこっての将軍だね、いう感じだね。采配が不屈、防御式上げ上げの逆境式維持ということなんですね。で、理想異名は武術師範。お、そうなんですね。なんか変な感じですけど。で、戦術は武人なので、敵機戦術と狙撃戦術。で、訓練は巡殺強化、巡殺効果が上がるということなんですね。で、武具の興味があると。あと、物欲は無欲と。で、性格はね、強胆。で、義理は重視。で、UI が重視。才は普通。あ、まあまあ、使いやすい人の感じがしますね。で、列伝は、曹操の武将。ガクチンさんでしたっけの父ですね。曹操の挙兵から従軍し、各地で転戦する。遠景討伐戦では各党を射殺し、利点らと共に交換が守る。道官を攻め落とした。赤壁の戦いの後、利点と共に長領の副将となり、合皮を守る。商用心。ほう、商用心って読むんだね、これ。てか、今、初めて見たような気がするけど。の戦いではわざと負けて、孫権軍を誘い込み、長領の騎士を成功させた。直後の呪守公だね。攻防では、両党と渡り合い、両党を追い詰めたところに関羽の矢を受け、帰陣した。史実では、小柄ながらも、行遊下段。長領右近、長江、徐江と並ぶ名将。関東の戦いでは順受けを切ったということなんですね。まあまあ、本当に使いやすい人だと思いますよね。で、お次は加工園さんですね。加工園、あ、これはこっちだね。加工園妙才ですね。年齢34。能力は91、90、68、61ということで、ちょっと下がったかなっていう気がします。もうちょっと、武力もうちょっとあった気がしますね。で、重心特性は弓術長練。で、まあ、この人もこってこっての将軍という感じだね。武人というか将軍という感じがしますよね。で、神級持ってるんですよね、この人ね。攻撃上げ上げ、軌道上げ上げ上げ、指揮上げ、射程上げ上げ、全方位射撃。本当ね。だからこの人はもう、なるべく弓で使うべきですよね。ただ弓は、戦闘ではちょっと遅いんで、弓騎兵を早くというような、感じなんでしょうかね。で、理想異名は飛将軍なんですね。あ、まあまあ将軍、もうこってこっての将軍という感じですね。これ読み方忘れちゃった。大軍学戦術と敵機戦術、これかんて読むんだろうね。これ、まあ燃やすんだろうね、罠ね。で、訓練が式、王役、訓練成果上げ上げ。軍勢式低下、下げ。軍勢の式が下がっちゃうんだね。訓練の成果上がっちゃうんだっけな。っていうような感じなんでしょうかね。で、お次が、武具興味と酒興味。まあまあ、豪傑さにある特徴ですよね。まあ、豪傑？あ、でも豪傑でいいのかな。性格は強胆、義理は重視、UI 重視、最愛普通。まあ、この人も使いやすい人ですよね。で、列伝が、曹操の重臣、加工とのいとこ、加工派、あ、いとこなんだね。兄弟じゃないのか、いとこか。加工派、池、家の父ということで、子供さんには恵まれるんですかね。加工とのともに、曹操の挙兵から従軍する。同弱隊が落城した際、あ、落成か、落城したまでね。落成した際は、曹操軍随一の弓術を披露し、渭水の戦いでは、正義を射殺、馬長を退けた後、自ら 推薦した長義とともに、ああ、長義でいいんでしょうね。ともに、長安を守り、領主を平定した。長路討伐戦では、長江とともに先鋒を務め、漢中制圧後は、帝軍山だったよね。守る劉備の漢中侵攻を受け、曹操から妙才加工へのあざなでもあるに期待すると、
短期を戒める手紙を受けるが、劉備軍に退散を取られ焦って出陣したところを甲冑に切られたと。ああそうですね、甲冑さんに切られたんですよね。史実では関東の戦いでは兵糧確保を担当、九州が得意というような感じなんですよね。江戸にはちょっとこの人には全然関係ないんですけども、古老館の方で菊木さんって出てくるでしょ。前にも言ったかもしれないんですけど、今回菊木さんというのは私の配下にいないんで出てこないと思うんですよ。菊木さんの菊ってどう、菊って訓読みだよねと思うんです。聞くねなんか訓読みの、訓読みって日本で、日本の読み方ですもんね。だから菊木さんっていう名前があるっていうのはなんか不思議に思っちゃうんですけど、ちょっと脱線しましたけどね、そんな感じで思っております。じゃあ次行きましょうね。カコートンさん、ああもうちょっと待って、 1,2,3,4,5,6 人でもう15分使っちゃったねごめんなさい、ちょっとね、飲み物いただきます。はい、すみません。次はカコートン玄城さん、あずな玄城さんです。年齢40、ああカコートンさんは年上なんだね。私はてっきりこの人が兄貴で、加工屋さんが弟と思って思い込んでました。そう、あ、これはごめんなさい。まずこちらね。89の91の62の72ということで、統率が下がってる気がするんですよね。で、まあ、武力もちょっと下がってる気がします。で、まあ、私のあの知識っていうのが、天から11、12って知らないんでね、天の知識ぐらいになっちゃう可能性が高いんで、ご容赦ください。ですので、まあ、もうちょっとね、注力も下がったような気がしますね。もうちょっと、70ぐらいあって、まあ、いい感じのような人で捉えてるんですけど、まあ、どちらかというと、曹操さんの配下の人って、頭に特化してるか、武力に特化してる人多い中で、加工園さん、加工頭さんっていうのは、まあ、右近さんもそうですけどね、なかなか貴重な存在ですよね。文武両道っていう感じがありますんで、あ、ごめんなさい。で、中心特性は、豪胆猛進。この人も、まあ、将軍っていう感じですよね。で、采配は突進采配。攻撃防御式上げの突撃なんですよね。まあ、これが4で使える、突撃を4で使えるのはいいですよね。まあ、突撃ってなかなかね、同じ位置っていうか、同じ場所なんです。皆さん固まった時ですごく使いやすいと私は思うんですよね。で、理想異名が武漢なんですね。豪遊無双ということで、まあ、武漢っていうのがどちらかというとあれですか、豪傑っぽいような感じでしょうかね。で、将軍がどちらかというと、まあ、エリートって言うといいんですけどね、統率が高く、整ってるというような感じでしょうかね。私は思っちゃうんですけど、あと戦術は、あ、でもこれ戦術読まなくていいよね。これ、異名に依存しちゃうんでね。で、訓令はね、漢字ごめんなさいね。竜なんだ、腰、巡殺成果が上げ上げ上げというような感じなんですね。で、武具興味ね。で、酒興味。で、無欲なんですね。性格ちょっとなんですね、この人ね。どっちかって冷静っていう感じがしましたけど、義理最重視、ああ、そういう感じしますね。UI 重視の最愛が普通ということで、まあ、この辺ぐらいの人になると、他の人もまあそうですけど、軽視っていうのがないんですよね。そんな感じがしますね。で、列伝は曹操の重臣、前漢の加工栄の末裔。はあ、これは分かりません。曹操の挙兵以来、常に従軍。董卓追撃戦では、従栄に敗れた曹操を救出し、従栄を突き殺すと。呂布との戦いでは、曹操の矢を左目受けながらも曹操を撃った。劉備が諸葛亮を登用すると、深夜に進行するが、諸葛亮の火攻めにあって大敗。巨都で、周期さんでいいの、あ、違うね、これは読み方わかんない。と、天意が曹操に、以降がか、ごめんなさい、天意さんじゃないよね。曹操に反乱を起こした時は鎮圧に当たった。劉備軍との漢中攻防戦で曹操が漏らした、慶長という言葉の意を楊州に尋ね、撤退を指揮、曹操が死ぬと後を追うように病死した。あ、演技で死ぬとこあったのかな。あ、ちょっと私知らないですね。で、史実では左目を失い毛加工と呼ばれる。曹丕の代に大将軍というような感じになってます。じゃあ、史実の方が長生きしたのかなっていうような感じがせんでもないですよね。まあまあ、
もうじき片目がね、片目にアイパッチがはまるんですけども、まあ、そんな感じの、この人もいい人、あ、この人あれですよね、足早いですよね。あら、心臓持ってないんだ。なんであんなに足早いんだろう。この人、私、足が速い記憶しかないんですよね。まあ、チョーンさんほどじゃないですけどね、チョーンさん、馬長さんほどじゃなかったと思うんですけども、あ、そうなんですね。というわけで、ちょっと待って。20分でこんだけしかできなかった。もう一人引っ張りましょうか。次、観光さんですね。観光さん、観光原始さんね。年齢が30、ちょっと若い感じがしますかね。69、72、68、87と政治が突出してるんですが、すごくバランスがいい。これとも私、使いやすいんで好きな人ですね。で、ただ、訓練と巡察しかないんで、あなたなぜ政治が高いのっていうのが不思議になる人ですよね。で、適性も悪いね、BBC ですね。采配は守備弱化、防御下げ下げという感じで、首相としては連れていかない感じの人ですね。どちらかというと副相で入るか、政治の高さで、だから私この人大衆にしますよね。大衆とかそんな感じがいいかなっていう気がしますね。で、理想異名は天下名将。で、訓練が訓練教官、訓練教官なんですね。訓練成果上げと。で、書物興味、ですからね、こういう人ってね、おべっか使う難しいですね。書物興味とかしかないからね。性格強端、義理普通、UI 重視、鞘普通なので、それほど激しく、性格の激しい人じゃないような気がしますね。好みのね。で、列伝が、義の武将、演技では長沙大衆、勸玄の弟。ああ、そうなのね。知らなかった。兄貴とは違ってよくできた人ですよね。加工との保証として劉備の深夜を攻めるが、白帽派で諸葛亮の家系に敗れる。漢中攻防戦では加工将と共に、加防官を攻める長江に、合力かな。天刀山の戦いで兄の仇である甲冑に。おお、そうだ、観光さん、ゆりさんの4州絡んでる時に、観光さん出てきて、甲冑さん出てきますもんね。甲冑に挑み、切られた。そうなんだね。この人、長生きするのかな、そうでもないんだね。王教配下として、董卓と戦い、その名声を聞いた演術から任用される。加工党に登用され、早々に屯田の実施を進言した。ああ、そうだ、この人、屯田を。世界で初めて屯田した人だったっけ。実施を進言して、五軍となった。長老討伐戦にも参加し、この部隊を指揮した勸玄との関係は不明と。ああ、そうなんですね。史実では勸玄さんとの関係はないというような感じなんですね。いやー、ちょっと待って。そうだよね。あ、これ義兄弟だからか。入ってないのかな。いや、よくわかんないね。じゃあね、この辺で終わっておきましょうか。盲徳さんで、盲徳さん、ちょっと言いにくいけど、佐藤星さん、社長プレイ終わっておきます。どうもありがとうございました。